主任、主任、お帰りなさい。みんなも元気そうで安心したわ。さっきの演習残念だったわね。ま、相手があれですから善戦した方ですよ。え、まあね。ところで、その主任ってのをやめてくれない？もうここの人間じゃないんだし。主任がどこに行こうと何になろうと、僕らにとっては変わらず大事な主任ですね、新主任。え、ああ、まあね。ありがとう、みんな。コスモスは？派手にやられましたからね。今、タブで調整中です。コスモス、あなた、今でも頑張ってるのよね。それなのに、私は何をしてるのか。こんな私を見て、あなたはどう思うのかしら。主任。アリン君。やっぱ気になりますか、コスモスのこと。気になるっていうか、久しぶりにコスモスやみんなに会ったら、なんだか私だけ取り残されちゃったような、そんな気分になっちゃってね。主任、ごめん、そろそろ行くわね。今日はありがとう。主任、明日。うん。明日、町で食事しませんか？この間、美味しいお店見つけたんです。うん、いいわよ。そっか、やっぱ忙しいですよね。だったら、またの機会に。だからいいって。あ、え、う、お、ほ、本当に？うん、時間は？私はいつでも構わないけれど。じゃあ午後7時にホテルのロビーに。僕迎えに行きますから。わかった、待ってるわ。わあ、ありがとうございます。それじゃあ、おやすみなさい。おやすみ。失礼。ここがコスモスの調整ルームですか。思ったより規模が小さいんですね。ロートマンテル特別顧問。何です、歯医者に嫌味でも言いに来たんですか。妖精よ。失礼しました。何かあったんですか。いや、気にしないでください。彼の言うこともあながち間違っていないんです。え、いや、だから歯医者に引導を渡しに来たんですよ。皆さんには早急に荷物をまとめてもらって諸行の方へ引き上げてもらうことになります。ちょっと待てよ、コスモスの修理はどうするんだよ。必要ないんですよ。コスモスが目覚めることはもうないんですから。それはどういう。
こういうことです。これは、コスモスの廃棄処分の決定って、何ですかこれ。そのままの意味ですよ。先ほど委員会の決議により決定しました。余計なことに力を割くよりも、これより先テロスの開発に全力を注ぐ方が良いということです。残念ですが、このままスクラップということですね。そんな、コスモスが廃棄処分だなんて。